必要な個数の材料を集めて無線伝送装置をクラフトし、無線伝送装置使用するとサンパー社から新しいサンパーが届きます。はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今ね、今サイヤ人降りてきたと思うんだけどね、いないかな。あ、いないね。今なんか墜落する音したんだけどね。え、いない。あ、いた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 、いたいたぞ。よし最近ねこれ落ちてこなかったからあれだったんですけど、コメントでもね、レンジで解体してみてくださいっていうコメントがね来てたので、いやそれ解体してみたいと自分でも思ってたんですけど、最近ねこうあんま落ちてこなかったんだよね。で今ねゲームを始めた瞬間に落ちてきたので、そこで録画を回しておりますか。解体できんのかなこれ。これ解体できるんですかね。ちょっとねこいつらがうざいけども、なんどんあ湧いてくるね、湧いてきますね。まあまあ動き遅いからね、動き遅いからなんとかなんじゃないかという気はするけどね。これ解体できんのかなこれ。あ、できない。あ、なんか出た。破損した。レンチで解体してください。レンチで解体してくださいって出るじゃん。あ、解体できるわ。解体できるわ。解体できる。いて、殴られてる、殴られてる。殴られてるけど。あ、なんか手に入って、なんか怪しいものが手に入ってる。あ、解体した、解体した。解体したぞ。何取った？なんか変なの取ったぞ。何なんだこれ。破損したサンバーのプロペラ。新しいサンバーが、サンバー社からサンバー、新しいサンバーが届きます。なんで、なんでサンバー社。え、ちょっと待って。ちょっと一旦帰ろうか。一旦帰ろうか。ちょっと Y とか邪魔なので一旦帰りましょうか。どういうこと、新しいサンバーが届きますって。サンバーくれるの、サンバー、サンバー。ちょっと待って。ちゃんと見ようね。ちゃんと見よう。なんか、多分間違ってるね。うん、多分間違って読んでるわ。よいしょ。破損したサンパー、サンパーだ。破損したサンパーの部位。必要な個数の材料を集めて、無線伝送装置をクラフトし、無線伝送装置使用すると、サンパー社から新しいサンパーが届きます。サンパー乗れんのじゃ、新しいサンパー。マジ？ちょっとレシピ読みましょう。あ、無線伝送装置。あ、めっちゃ集めなきゃダメじゃん。これ何でクラフトするんだろう。ワークベンチかな。ワークベンチでクラフトするのかな。あ、ワークベンチですね。今のはプロペラを取ったんですね。じゃあ全部集めると、新しいサンパーが届くんだ。サンパー社から。サンパー社からね。え、それ乗れるんですかね。乗れるんでしょうか、その新しいサンパーとやらはね。うん、ちょっとしまっとこうか。しまっとこう。集めましょうか。サンパー集めるか。こうなったら。ねえ。なあ、ワイド君。ご苦労。もっとサンパーを。何サンパーって。もっとサンパーを届けてくれたまえ、君たち。早く仲間を呼びたまえ。そう簡単には集まらんか。でもなんかいっぱい部品いるんだね。プロペラだけでも4つ。プロペラって何ね。プロペラ機なの。プロペラで推進してんの。推進力プロペラなんですか。謎いな。宇宙船じゃないのか。よくわかんないな。新しいサンパー呼んでくれ。おい。またバラすから、ちょっと。この人たちはサンパー社のものなんですか？あなたサンパー社の社員ですか？サンパー社の社員ですか？あ、これ取れない。よいしょ。ああ、まあまあ、見たことあるやつだね。よし。じゃあまあ落ちてきたらまず解体するってことにしましょうか。ね。うん。
こっちの方行くとね、いっぱい落ちてきたような気もしたんだけどね、昔はね、昔っていうか最初、当初の頃はね、当初はね、なあテキサスなあテキサス、よいしょ。こっちの方のね、なんかあの辺の家とかもちょっと行ってみたかったりするんだよね、実はね。ご飯食べてくればよかったなご飯食べてくればよかったね。ちょっとね、近くに落ちたもんだから興奮してすぐ飛び出してきちゃったんで、飯食ってないんだよね飯食ってないんだよな。ねえ、飯食いたかったなこの辺になんかいっぱい落ちてきたような気がするんだけどね、昔はね。一回落ちたらもう同じとこには落ちないのかな、どうなんでしょうねあんな自宅近くに落ちてくるとは思わなかったな。なあリーマン君なあ部長、部長って感じじゃないな、課長ぐらいかな。なあ課長課長、課長っていう感じもね、もっと若いな、係長って感じだな。なあ係長はい、OK、ちょっとあの以前の墜落ポイント行ってみましょうかね。以前落ちた場所あんまり覚えてないけど、そこ行ってみる。この辺にもなんか落ちたような気がするんですけどね、多分でも残ってないのかな、残ってないっぽいね。残ってないような気もするね。多分ね、この辺だったと思うんだけど、なんかワイトはいるんだけどねワイトはたくさんいるけど、宇宙船はなさげだよね。ワイトはね、めっちゃいるわワイトめっちゃいる、めっちゃいるんだけど、宇宙船なんだっけ、サンパーだっけ、サンパーはなさそうだね。なんかね、サンパー消えたっぽいな。ただただワイトはめっちゃいるありえないぐらいワイトはいるね。まあ前回通った時に湧いたやつらで、なんかダメージ受けてるやつもいるしね、謎にダメージ入ってるやつもいるっていうね。ただ見たところサンパーはないよね。サンパーはねサンパーはない。なんかワイトはめっちゃいる。あれかな、あれ車だよね多分ね。ワイトめちゃくちゃいるんだけどあ、なんか、あ、壊れちゃった。つまずくなよお前、自分の落としたやつに。ワイトはもうなんかね、もうすぐちょっと夜になっちゃうんで、もう8時か、夜になっちゃうんで帰らなきゃいけないんだけどね。でもなさそうだね。この辺にめっちゃワイトいるんだけどね。なあお前どれに乗ってきたのお前らの乗ってきたやつはどこ行ったんだお前らの乗ってきたやつはどこに行ったんだよおい、おまわりさん、ちょっとどこにあるか教えてくれませんか。おまわりさんおまわりさんおまわりさん、ちょっと、もしもし。そしてワイトいなくなったっていうことは、もう湧いてこないのかな。あそこに基地があるでしょう。一発目あの基地の近くに落ちたと思うんですけど、で、二発目が多分この先ぐらいなんだよね。そしてワイト君いなくなったところを見ると、いなくなっちゃったところを見ると、やっぱりもう宇宙船はないのかな。もしあったらね、またそこから湧いてくるもんね。ということで、まあゲーム立ち上げ直したら消えちゃうんでしょうね。そんな感じだね、とりあえずね。で、あの、出てきたワイトはそのままいるみたいな感じかな。多分一発目この辺に落ちたと思うんだけどね。
この辺が燃えてたような気がする。燃えてたとか煙がね、この辺から煙上が、ああ、地雷がある、煙上がってたような気がするんで。で、来る途中にね、落ちてこないかなと思ってたんですけど、落ちてこなかったですね。どういう条件なんだろうね。まあ、普通にランダムなんですかね。まあ、ちょっと条件はよくわからない。なんで落ちてきたのか。最初のね、1日目めっちゃ落ちてきたけど、めっちゃって言っても2つだけか。ねえ。びっくりしたけどね、あれはね。びっくりしましたね。なぜ初めてだったんでね。で、こっち行くと一番最初に生まれたところだよね、多分ね。パーソナルワーククラフトステーションとかが置いてあるんじゃなかろうかと思いますが。ねえ。ゾンビいっぱいいるな。ゾンビいっぱいいるね。さようなら。多分最初に生まれたのこっちのこの辺だよね。この辺に町あるんじゃない？あ、ないか。あ、もうちょい先か。この下か。これの下か。なんか荷物をね、置いてあったら、まあ大したも入ってないけど、荷物置いてあったような気がするんで、せっかくなんで持って帰ろうかなと。せっかくこんなとこまで来たんでね。ああ、あったあった。あの塔がある。塔のあるとこかな。ああ、すか、ここだ、ここだ。ここだ。降りれる、この絶壁降りれる。滑落するわ。たっ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 た。どこに住んでたっけ。ああ、置いてあるね。置いてある、置いてある。ある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 。もうすぐあの石斧の壊れちゃうけどね。ありました。あ、パーソナルベンチはもう持って帰ったんだっけ、俺。一回来てんだよね、そういうのね。あ、なくなってるね。ちゃっかり持って帰ったな。懐かしいですね、これね。一番最初のスタートここでしたね。で、こっから向こうにトレーダー目指して2キロぐらいね、行ったんですよね。なあ。なあ、セバスチャン。なあ。まあ、あの頃に比べればね、だいぶ強くなりましたよ、私も。あれ、スタミナがない。スタミナなかった。なあ、マザー。母よ。寝ながら攻撃すんなってな、横着のやつね。お前もずっと寝てるけどな。こいつもずっと寝てるけどな。ということで、どうしよう、夜になっちゃうから帰るか。帰れるかな。帰れないような気がしてきた。帰れないような気がしてきたぞ。まあ、夜になっちゃうんで、急いで帰りましょうか。はい、ということで、ギリギリ帰ってまいりました。ギリギリでしたね、もう。全速力で走って帰ってきましたけど、ちょうどね、あいつら追っかけてきた奴らですね、ちょうどね、着く直前に10時になりまして、ギリギリですね。滑り込みでゾンビと戦うことなく戻ってきました。はい、ということで、結局取った、2個取ったみたいですね、これ。ドリル、3パーのドリル。ね、ドリルとプロペラを、取ったみたいな感じですね、どうやらね。これね、これとこれね。まあまあ集めましょうかということでね。3波作ってみたいね。まあ、新たな目標、3波を作る。3波乗れるのかね、飛べるんかな。ねえ、その辺も気になりますよね。はい、ということで、じゃあまあちょっと夜になっちゃったんで、明日14日なんでね、明日14日目でフェラルフォードなんで、フェラルフォードどうするかまた考えなきゃいけないんですけどね。あれはあのまま使うか、どうするか。まあスパイダーよりもなんかもう上をね、ちょっとガードして箱にしてしまわないとそろそろまずいような気もするんですが、でも武器的にはね、まあ相変わらずコンボしかないんですよね。まあこれ拾ったんで、槍ね。これもあるっちゃあるけど、あんまり変わんないよね。あんまり変わんないんだよね。
まあ刀はなくなっちゃったんで、刀で切ることはできないし、コンボも、あ、ベースボールバットさ、ベースボールバット作るのにパーツがいるか。ベースボールバットパーツみたいなのがいるんだっけ。ね、うん、まあなんかちょっと考えましょうか。新しい武器作れるんならね、作って挑みたいと思います。はい、ということで、じゃあ今回この辺でご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いいたします。おかみさんでございました。またね。